まずは濃厚で旨味が詰まった一杯。今食べたい静岡のラーメン。静岡市駿河区中村町にある博多長浜ラーメン万骨。市内で人気のラーメン店麺屋クリアの店主が開いた豚骨ラーメン専門店です。私自身実は修行先が京都にありまして、そこのラーメン屋さんって鶏豚骨のラーメン屋さんだったんですね。定番人気は博多長浜ラーメンです。静岡県産の黒豚の骨を頭の骨からつま先まで全部使って3日間通して炊き上げたスープになります。まあ、主に取り扱っているのは金豚王と呼ばれるブランドの黒豚なんですけど、出汁ができったものは取り出し、新たなものと入れ替えていきます。でそれを3日間工程を繰り返して、で出来上がったスープは一晩寝かせます。で熟成させたスープを次の日のスープに戻すっていう、呼び戻しと呼ばれる製法をとっています。そうすることで格段にコクが増すといいます。特製ダレにもこだわり満載。ウニの旨味を返しの方につけておりまして、一番多い材料としては昆布で、あとは秋田県のしょっつるという魚醤があるんですけど、それをメインに使っていて、豚骨スープでは出し切れない海の旨味っていうのを返しにつけてます。かなり濃厚そうに見えますが、飲んでみるととってもあっさりしているんです。濃厚っていうとやっぱイメージで言うとドロドロっていうイメージなんですけど、実はスープの濃度自体はそんなに上げたくなくて、さらっとしてるんだけど、もうまるで濃厚のドロドロかのような味がするという。特注の細麺に程よく絡みます。3回以上替え玉する方にお得なシステム、無限替え玉。250円で何回でも OK なんです。一番今まで食べられた方で12玉っていうのはいらっしゃいました。いいんですか、そんなか食べちゃって。さすがにそこまでいくと赤字になっちゃうんですけどお腹いっぱい食べていただきたいっていうのがありますんで構いません。中華そばテイストの一杯もあります。豚骨魚介のスープになってるんですが、豚骨をそこまで高温で炊かずに低温で煮干し、昆布、鰹節なんかを入れて取ってるスープになります。こちらは自家製の縮れ麺で魚介の風味をまとってもちもち食感。お子さん向けのラーメンは100円でかなりお得。煮込んだチャーシューも絶品。博多長浜ラーメン万骨です。